北海優春は北海道競馬で施行される地方競馬の重賞競争である。札幌テレビ放送より優勝杯の提供を受けており、名称は STV 杯北海優春と表記される。1973年に創設されたサラブレッド系4歳馬による重賞競争。北海道競馬のグレード制では H1 に格付けされ、三冠競争の第2戦に、 位置づけられている。創設当初は札幌競馬場ダート1800メートルでの試行が定着していたが、その後は開催日程に左右され、試行場は数年ごとにたびたび変更された上、試行距離も競馬場の距離設定の都合により1600メートルから2600メートルと一定していなかった。2009年以降は、 門別競馬場のダート2000メートルで定着している。2007年からはダービーウィークに組み込まれ、ダービーと副賞が付けられたほか、試行時期も周期から初夏の6月開催に変更された。またジャパンダートダービーの指定競争となっており、一着場は選定委員会において同一地区内の束よりも優先して選定される。2010年より、 地方競馬全国交流競争となっている。JBC 協会、社代スタリオンステーション協賛のスタリオンシリーズに指定されており、守護馬の配合権利が副賞として送られている。優勝馬のバレーは2000年まで旧表記、2001年以降は現表記。R はコースレコード。2010年の優勝馬クラキンコは、父が2000年の優勝馬クラキングを 母が1994年の優勝枕シャトルで、両親に続く親子2代の優勝馬となった。騎手の宮崎光幸、調教師の道山義則は共に2009年から3年連続で優勝。同一の騎手と調教師の組み合わせによる3連覇は、本競争では初めてである。なお、道山は2012年も管理場西のファイターで優勝し、4連覇を達成した。 ありがとうございます。